はい、タンタンです、すんごいの来ました。 AT ギターズさんの新作でございます。AT ギターズさんのシャープ78番の D ホールタイプ、極薄ボディの、エレクトリックジプシーギターといいましょうか。こんな感じの、ジプシーギターの、ピックアップ付きですねの、すごい可愛い、ギターが仕上がってまいりましたので、販売の方させていただきます。先日 の、 あのハンドクラフトギターショーの、展示しておりました1本に、なっておりまして、こんな感じですね。ヘッドはあの見た目はジプシーギターなんで、こんな感じなんですけど、こういった超おしゃれでマニアックなあのギターが出来上がってまいりました。で、トップがイングルマンスプルースということで、非常にあの白っぽい可愛らしい持ち肌な感じの、トップ材になってまして、サイドバックがあのスプルースとメープルのプライになってますね。で、できております。こんな感じですね。わかりますでしょうかね。こんな感じですね。で、ネックはアフリカマホガニですね、になってまして、指板はあのブラックウッドっていうものですね。ちょっとこう木目も見えると思いますけども、ブラックウッドという指板になっております。で、ブリッジはウォルナットブリッジということで、スケールが652ミリで製作してます。ボディはあのちょっとこう小柄な小さめのボディになってますね。で、塗装がニトロセルロースラッカーの艶消しで、ちょっとサラサラっとしたこういう質感のギターでございます。結構こうホローがね、空洞が空いてますので、生でもこんな感じですね。ピックアップ通すと、こんな感じの
なんかこう面白い楽器ですね。こうなんか甘い音もなんかあの生音とこうエレクトリックが混じって、甘い感じのトーンも出るし、まあ、ジプシーっぽくもちろん弾いてもこう面白いのかなと思います。で、ブリッジもね、なんかこうサドルがちゃんとこう入ったあのスタイルっていうのは AT さん初めて見ましたけれども、あとですね、まあ、このピックガードもすごいおしゃれですね。ジェロームみたいなあのスタイルかっこいいかなと思います。で、なんだろう、一応鉄弦でもちろんやってますので、こう趣向品と言いましょうか、あの一点物として非常に素晴らしい、独創的なユニークなあのジプシーギターかなと思います。ちゃんとこうテールピースも DR で、制作されておりますし、さすがはジプシーギター職人高野さんの、発想と言いましょうか、あの新しい試み、非常に、これからも期待させてくれるようなあの面白い一本があの魅力でございますので、ぜひですねこちら、ギターショップ担当柏店の方に、ございますので、見に触りに弾きに来ていただければなと思っております。それではこちら AT ギターズさんのシャープ78番ジプシーエレキギター D ホールタイプでございます。お問い合わせお待ちしてます。タンタンでした。